こんにちは、ゆうです。パズダのおじさんです。あー、やってきました。パズダのお時間です。言い直したからセーフですね。はい。今日の方、おめでとうございます。はい。今日も無課金サバカシマイルマルやっていきたいと思います。はい。昨日と服装変わってないということは、はい。ため撮りでございます。はい。こちら、はい。で、あのね、一回ちょっとスーパーゴッドフェスがっつり弾いてみたいなと思ってましたよ、僕ら。はい。で、今、魔法石が68個なんですけど、はい。あのね、結構、この前ログインスタンプからね、あのアグドラール&シャードラン&トイケラトプス、トイケラトプスっていうか、うん、で、あとアグリゲートももう一体欲しいのと、はい、あとダイヤ&ゴールド&ガチャドラとか欲しいのと、うん、結構ね欲しいし、万が一ね、このあとあれか、あ、じゃあリューネ&シルビー、シルビー言わせると、はい、今日じゃなくて、あのセリカと、あと何だっけ、ドラゴンキラーの人、はい、出たら、あのワンチャンね、あのもうこれはあのちょっと汚い話ですよ、あの、ま、魔法石ゲットの大人の事情なんですよ。動画のネタできるじゃないですか、はい、っていうことを狙って、はい、それではね、あの魔法石10個スーパーゴッドフェス全編全編って、僕しかも噛んでもらってね、全編、それでは弾いていきたいと思います。はい、魔法石は無料配布分68個あります。はい、もうこの動画出てるのは多分土曜日かな、はい、土曜日なんですけど、まあバレンタインキャラ、もうね発表されてると思うんですけど、はい、僕はね、あの結構可愛い女の子キャラより、はい、可愛いマスコットキャラか、あのめっちゃイケメンキャラが好きで、はい、イケオジとか大好きなんですよ。でこのね、アグドラールとかもう一回欲しいです。ガチドラも欲しいですし、はい、それではね、ここに全集中していきましょう、はい、で一応魔法石はね、もうこれ以上クエストの医者も使わんとこかなと思ってます。来い、11周年ずっとほぼほぼウルトラだけで戦ってきた。イケオジ言うたけどな、イケオジ言うたけどや、そこちょっと渋すぎひんか、さすがに。なあもう一回いこうか、もう2回目いきましょうか。はい、よし、はいはい。イケオジはそこまであの濃くなくていいよ。あ、これぐらいでいいっていうか、あのこれリューネ、あのシルビアのリューネ出ますわ、もう分かってます。僕ようでんね、あんたほんまに。だってね、全部作れるもんね、はい、全部作る。あのてんてこ前の千ドラゴンの奇跡ないけどね。はい、それではこれ3回目、はい、今のところでも全部止まってるからね、はい、それはありがたいことですね。これガチャドラです。ガチャドラの中からガチャドラが生まれます。片割れ、あの合体して出てきて、うん、僕がお願いしたいわ、ほんま。それだ、折り返し地点か、これで折り返し地点がさっきやったんか。それだ、残り3回いきたいと。おお、ごめんなさい、ちょっと通知が鳴っちゃった。はい、いきます。はいはい、いや、つまらなかったか。ミネルヴァ、あ、ちょっと待って、ミネルヴァごめん、あの、あ、そうか、アグリゲートの弾になるんか。はいはいはい、僕ね、カリンとサクヤが好きで、カリンがね初めてゲットした指針なんですよ。はい、で、はい、いや、ちょ待って、呼んでへん、全然用じゃないよ。超転生インドラ、ちょっと確率が収束しつつあるので、ちょっとここら辺でね、格の違いを見せつけるためにラスト気合入れて全集中してまいりたいと思います。ちょっと待って、服がまくれて、はい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 、それだね、ラストワン消えますよ、これ消えますわ、これ。新フェス限かガチャラか、なんか出してみせましょう。よし、ディフォン、ディフォンも欲しかったのがね、ディフォンね、だってね、あれでしょ、ここが転生進化したんでしょ。いや、これね、結構
個欲しくてね、あの76になるとはいえ、ジンか、ちょっともうごめん、色間違ってた僕、アグドラールなんとかと全然違った、全然相性悪っということで結果見ていきましょう。はい、こちらですね。ブリトラさんが、この前のあれか、整理してんだっけか。勢い落ちが欲しい言うたら缶を出て、はい、あとはちょっとね、ちょっと片割れとか、はい、イナ全武器作れますとか出たりね、はい、しちゃったんですけど、はい。まあ、天聖ティフォン、ティフォンは一体も持ってなかったんで、良かったのと、ミネルヴァは、試練進化、まだ作ってなかったんで、よかったかな。ちょっと武器、交換所見てみましょうか。あ、アグリゲート、いけるやん、引いたら、おー、ちょっと弾が、なんか言うねん、厳しいんですけど、はい、この画面で終わろうか、もう、はい。じゃあ、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださって、最後までご視聴ください。ありがとうございました。ね、もし、よかったら、チャンネル登録、動画の評価、とかしてくださると嬉しいです。もちろんね、感想もいただけると嬉しいです。バレンタイン、この動画出る頃にはバレンタインキャラ、告知来てると思うんで、バレンタイン、これな、狙いで来ますとかいうコメントでも、全然、くださると嬉しいございます。はい、それでは何だっけ、言ったか、はい。それでは今回のお相手は私、ゆうでございました。じゃあね、バイバイ。